車塚古墳は山口県豊富市車塚町にある古墳。形状は前方公園墳。豊富市指定史跡に指定されている。山口県南部、豊富市街地中央部において、豊富平野北側の天神山から南に伸びる絶上美高地上に築造された古墳である。江戸時代には開港していたことが知られるほか、現在は雨のみなか主の神社の境内に所在し、 遮殿造営の際に、噴球クビレブが大きく作兵を受けている。噴形は前方部が幅広に発達した前方五円形で前方部を西北西方向に向ける。噴球は半畜によるが、断畜は不明。噴球町は原村町で約53メートル、復原町で約58メートルを測る。噴球表面で不起意し、埴輪は認められていない。また、 分級周囲で集合も認められていない。主体部の埋葬施設は公園部、前方部における各一基の横穴式石室でいずれも南西方向に開口する。いずれも原室、全室の二室と沿道で構成される九州系の複室構造の石室であり、沿道はほぼ欠出している。副葬品は明らかでない。 この車塚古墳は古墳時代後期の6世紀後半引く抜擁頃の築造と推定される。本古墳は紀内山東県に特徴的な前方公園墳である一方、九州系福質石室の分布圏の瀬戸内海沿いにおける東資源でもあることから、本古墳の被葬者には紀内と九州の橋渡し的性格が示唆される。なお、 傍聴風土中心案に載る伝承の中には、くだの臨床大使の4.56世孫の墓を、車塚古墳、芋モ大静塚古墳に充てるものがある。古墳域は1967年に、豊富市指定史跡に指定されている。公園部石室前面の稲荷社前方部、石室主体部の埋葬施設としては、公園部、前方部において、各一基の横穴式石室が構築されており、 いずれも南西方向に開口する。いずれも原質、前質、沿道からなる複質構造の石室である。石室の規模は次の通り。こうした複質構造の石室形態は九州系とされ、豊府市内では同様の九州系複質構造の石室として、芋のノシダイ古墳、黒山三号墳、高山三号墳が知られる。現在では、 公園部石室の前面には稲荷社が建てられて内部には稲荷社の身体が祀られており、石室内部への立ち入りは制限されている。また前方部石室も大きく崩壊が進んでいることから、石室内部への立ち入りは制限されている。ありがとうございます。